サンパトリス・リュデゼルは、フランス、ノルマンディ地域圏、オルヌ県のコミューン。コミューンは、アンデーヌ地方、バメーヌ地方、ウルーム地方と境を接している。町は、ラフェルテマセの南東 8km、クトランの北 8.5km、カルージュの西 15km のところにある。地名は1373年にサンクトゥス・パトリシャスであったことが証明されている。 教区と教会はアイルランド島から来た福音伝道者パトリキウスに捧げられている。地名学上、デジルトという言葉は通常未開の地、未工作の土地を表すため使われるため、この地では人が農業を指定住するのが遅かったことになる。フランス革命期の国民公開時代にはコミューンワルデゼールと呼ばれていた。 2017年時点のコミューンの人口は199人で、2012年、当時の人口より3.4%減少した参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、 2006年以降 i NSEE ありがとうございます。